俺のこんばんは、AWM。はい、どうも、すこいです。今回はですね、昨日の、ガチャの実装と同時にですね、新しく実装された要素、それについてちょっとやっていきつつ、まとめていこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、それがイベントの、デイリーにあります、こちらの60金券チャージラッキーボーナスってやつですね。こちらのイベント、前にもありましたが、60金券ですね、期間内に、29日までにチャージすることによって、なんやかんや右側のですね、ミッションが解放されて、ミッションクリアしていくと、そのクリアした時にランダムで、この、入っているアイテムがもらえるっていう風な感じのやつですね。で、一つは確定で永久になりますんで、前にも言いましたが、オレンジ枠のやつと紫枠のやつ、すべて体験にした後、金色アイテムの方を選ぶことによって確定で金色アイテムの方ゲットできるんじゃないかなという風に思ったんですよね、前回ですね。はい、なんでそれをやっていきつつですね、どんな感じでゲットできるかなっていうのを早速やっていこうかなという風に思います。とりあえずね、チャージし終わった時点でこの紫色アイテムの方に関しましては受け取れますので、ちょっと受け取ってからミッションの方をこなしてこようかなという風に思います。じゃ、とりあえずこちらの抽選の方ですね、していきますね。これで、体験濃いよ、永久、これ永久出たら、ダメだもんね。確定永久枠使っちゃってるっていう。これ永久のね、率が高すぎるんだよなぁ。そうでもないか。そうでもなかったっす。すいません。じゃあちょっとりあえずミッションの方をこなしていこうかなと思います。とりあえずその通常バトルで5人撃破をまず達成しておこうかなというふうに思います。多分ルームでいけるよね。ここら辺もついでに検証しておきましょうか。じゃあルームの方立ててやっていこうと思います。OK です。やってまいりましたので、これで、まず一つ目のミッションの方ですね。ちょっと回しましょうか。オレンジ色の重機の方ですね。抽選と。最近出ましたね。これね、ほんとなんか紫枠最初にさ、出るなよ。ね。もうダメじゃん。そしたらね、終わりじゃんと思って。じゃあ次ですね。通常バトルでトップ10位以内に入るっていうですね、ミッションの方、こなしていこうと思います。こっちの方に関しましては、一回ルームの方に戻って、ボット部屋のチャージをですね、一回オフにするんですよね。自分自身のサブアカウントを同じ部屋に入れてからスタートすると試合を。それからこの待機場の時点で自分のね、入れましたサブのアカウントの方を抜けさせれば OK って感じですね。これで試合が始まったら、勝った扱いになるんで、トップ10位以内に、入っているっていう寸法ですね。はい。OK です。これで試合が終わったんで、から一回離脱して、イベントの方をクリアしていきますね。次はオレンジ色車両と、紫枠これ体験できなかったらさ、よかったのに。じゃあ次ですね、任意モード、累計10分間戦うってやつをやっていきましょう。これに関してはですね、これ自分のサブアカウントぶっちゃけいなくてもいいんで、一回抜けさせておきましょうか。抜けさせて、で、ボット部屋の方に、再びしていくっていうですね。ボット部屋してから、これ試合開始するじゃないですか。はい、放置ですよ。はい。残り8分ぐらいですかね。放置すれば OK なんで、放置しまーす。はい、OK です。こんな感じでやっていきましたんで、ミッションクリア来てるでしょうね。はい。これで抽選押しましょうか。いや、これ、もうずっと持ってるんですけど、なんでこれ紫枠で体験なんだね。マジで。もう。検証ならんじゃん。じゃあ最後このフレンド等任意モードに3回参加のミッションの方ですね。こちらの方を終わろうかなと思います。これはですね、一回ルームの方を閉じていって、最後これルームを作るじゃないですか。適当な、ほんと適当なルームでいいですよ。作っといて、で、これをね、メインストリートの方にしておいてから、一応設定を勝利条件1にしておきますね。1000でもいいんですけど、で、OK にして、ここにですね、自分のキャラクターを適当に打ち込んでおくと、こうやってね、サブアカを1体ですね、敵側に置いておいて、フレンドになっているもう一つのですね、アカウントの方を自分の味方に配置すると、この状態で試合を開始します。で、こうやって試合が始まるじゃないですか。試合が始まってから敵側にいる自分のサブアカウントをですね、速攻これね、抜けさせるという感じですね。これによって試合が始まってすぐにですね、試合が終了するっていう感じになりますので、これを3回繰り返すといった感じですね。はい。で、これで試合がすぐ終わりますんで OK と、あと2回やってきますね。 OK です。これで終わったんで最後開きますかね。これでね、永久が出ればいいんですけどね。ずっと言ってますけれど、紫枠が体験じゃなかったらよかったんですけれどね。抽選をしまーす。こちらの方ですね。体験っすよね。一応こちらのね、中身の方に、パンダの方も入ってますから、皆さんですね、ワンダンこちらの方をやってみれば、いいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。パンダだったりとか、他にもいろいろ何やかんや入ってますので、一応29日までで、コラボレーションが30日からというふうになってますね。なんで、コラボレーションでガチャを回すっていうふうにですね、決まっている方は、早めに課金だけしておいて、回さずにですね、金券取っておくと、で、ついでにこのチャージ特典の方も、受け取っておいてですね、ワンチャン狙っていくみたいな、そんな感じにすればいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、
今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね。個人的にはエヴァンゲリオンよりもしっかりとした夏イベントが来てほしいと。いや、これ思いますね。去年はスイカのイベント、まあゴミやったからっすね、スイカイベント。ね、コラボレーション以外のイベントがマジでね、意外と夏ゴミなんですよね。なんでその、夏ね、夏休みあるから。結構まあ、去年はですね、まあ例年よりも短かったとは思いますけれど、まあそれでもどんなに短くても10日とか2週間もあったわけじゃないですか。力を入れる価値っていうのはまあ十分あったと思うのに、なぜ力を入れなかったのか、わからないんですよね。スイカマジでゴミだったし、あれのせいでその、去年の8月の売り上げが全然出てないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。連休があれだけ長い期間あって、売り上げがですね、出ないっていうのはもう異常ですからね。普通ないんで、あれびっくりしましたね。はい。おととしは、ウォーターガンバトル。もうあれね、僕がね、その、荒野行動のレジャーで最もゴミっていうふうに呼んでいる、ゴミレジャー、ウォーターガンバトル。おととしは切れてましたよ。はい。まあ今年の夏はちゃんとしたものを持ってきてほしいですね。で、次ですね。永遠のコラボ限定車両来たらツイート。何気にまだないっすよね、コラボ限定車両は。限定色は永遠が出た、まあの、新春の時にやりましたけれど、まあコラボレーションの限定車両はないっすね。大抵どの車両も、まあその限定色、まあ2種類ぐらいですかね、コラボレーションのやつ含めてありますので、まあ特に人気のあるやつとかは、まあ機関 Z とかもそうですし、まあクラーレンとかもまあ限定色2つ以上ありますんで、まあそうやってまあ永遠もそのうち来そうな感じはありますよね。まあどの車両もあるんで、まあこの考えをね、ぜひ、まあ踏襲してですね、こういう子供運営さんにはね、オニオンをなぞってほしいですよね。オニオンをなぞるこんな深夜にって感じですよ。で、次ですね、運営がこの動画を見たら修正するだろうなと。まあ僕の動画結構運営の方、まあ見られているみたいですね。まあ言えることから言えないことまで、まあいろいろあるみたいですけれど、なんか見てるみたいですね、だいぶ。だいぶ事細かに見られているみたいなんで、僕もなんかね、ちょっとなんか危ないなっていうふうに思ってますね。はい。俺はお前が俺の動画を見るのを俺は見たぞ。で、次ですね、荒野行動って売ったことのない原価の割引多いですよね、と。これダメなんですよね。例えばあのバトルパスのやつとか、まあもともと1280金券ぐらいのやつが、まあ、600金券で、まあ、解放できますよみたいな感じの書き方がされてますけれど、あれダメなんですよね。まあ日本で言うとなんか二重価格表示って言って、販売実績のない値段をまあそのデフォルトとして、そこからまあ引いたような、まあ、表記をするのっていうのは景品表示法違反になるらしいんですけれど、まあ日本の法律ではダメなんですけれど、でもまあ中国のですね、まあ荒野行動のまあ規約の方にはですね、まあ香港法に準じるっていう風にまあ書かれてますので、まあ香港の法律だったらいいんじゃないですか。まあ前香港法について調べようと思ったんですけれど、出てこなかったんですよね、日本語じゃ。うん。限界があるっすね、日本語では。はい。まあでも、香港法って日本語では確認する手段がないんですよね。日本語で確認する手段がないっていうことは、まあ日本人の場合はですね、まあ規約の、まあその香港法に準じるっていうところに関しましては、同意したことにならない可能性があると思うんですよね。まあそういう風に考えると、まあ日本の法律の範疇で、まあいろいろ何かが起きた時っていうのは、まあ判定することができるっていう風な扱いにならないんですかね。どうなんかな。まあどっちにしろその集団訴訟ぐらいまでいかないと、まあそういうですね、まあ表記の問題っていうのを消費者がですね、訴え出すっていうことはできないと思うんで、まあどっちにしろ荒野行動運営からしたら、それをやっても、まあ問題として挙げられることは少ないから、まあいいだろうっていう考え方なんでしょうね。で、次ですね、やっぱ価値にこだわっている人、なんかしょうもない。誰でも金さえあればゲットできるから、価値だけ求めるなら引かなくていいと。まあガチャのアイテムですよね。これが価値が高くて、まあこれが価値が低いみたいな考え方をする人ってのは、まあ今でも多いのかなっていうふうに思いますね。アカウントを売るっていう考え方があるからこそ、より高いものを、価値の高いものを持っていた方が得だろうっていう考え、思考から来ると思うんですけれど、まあこれからですね、まあ電動枠っていうのが今追加されて、まあさらにですね、その電動枠でいろんなアイテムが追加されるにつれて、まあ、既存のアイテムの価値っていうのはどん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 下がっていきますし、基本的にまあそのスマートフォンゲームのアイテムっていうのは時間経過とともに自然と価値っていうのは落ちていくものですので、まあ価値をですね、まあ基準として、まあ、こういうまあスマートフォンのアイテム課金のゲームをするっていうのはちょっとなんか危ないのかなっていうふうに思いますね。まあそうやって価値を考えるんだったらまあなんかトレーディングカードゲームとかやった方が僕はまあいいのかなっていうふうに思いますね。トレーディングカードゲームやったら、まあスマートフォンゲームとは逆にですね、まあ時間が経てば経つほど価値ってのは上がっていくっていうふうに基本的にはなっておりますから、今やったらですね、僕が子供の頃に使っていた、まあ、一部のノーマルカードでさえ価値があるみたいな感じになっておりますから、まあそうやって、どうせやったらね、価値考えるんだったら価値が上がるものをゲットできるゲームをした方がまあいいのかなというふうに思います。